真実を見抜く。それが私の役目。敵を欺くため私と戦っているのだ。遠慮なく来られよ。裏側の地や銃口我が先にお任せください。私は策を整えた後楽な任務を明けます。そちらは後方からの攻撃陣。このままではまずいぞ。一度陣に戻らねばなるまいな。よし、俺たちは裏手に回るぞ。敵に気づかれないように進まないとな。ショーカスター、うまくやってるといいんだけど。俺たちも急がないとな。ショーカスター、大丈夫なの？真摯に自分の役目を果たさないと。お仕置きを。主軍がこちらに来たか。本体に伝令を出せ。邪魔なのか。あまり騒がれると策に響く。手早く撃破すると。覚悟することね。この後は無限に対してここに私の手錠を置いていくぞ。これだけ兵を伏せておけば十分だろう。進軍してくると。皆守りを固めよ。敵をここで撃ち払う。諸葛だ。負け犬になり下がった。だがその分兵を失った。私は本当に最後の隊を発射する。どんな抵抗もねじ伏せてやる。いいところに連れていく。芝将の軍がいるぞ。本体に報告するんだ。敵本陣で騒がれる前におなしくさせるぞ。とか無事に到着できたな。あとは諸葛官が門を開けてくれれば。芝将殿、お待ちしておりました。私の役目果たさ。こちらから入られよ。今こそ好機。各所の副兵部隊よ、軍勤を目当て進軍せよ。こっちから敵が湧いてくるだと。
覚悟することね。よくやったな、諸葛さん。お前の策のおかげで楽に楽そうだ。芝将殿、油断なさるな。戦はまだ続いておりますぞ。諸葛さんは師匠との信頼関係。諸葛さんのような人はよくやったじゃないか。だけど手抜きは大やばい。人心者、女性に参った。それがしも共に戦わん。この分事件、二度の敗北は喫さぬ。いざ、私の役目果たさなくては。私を差し置いてください。いい度胸。もちろん策ぐらいある。元気、お前ね、強いよ。直前の手を使いやがって、この俺がぶちのめしてやる。お手柔らかにね。邪魔なの、私の役目果たさなくては。
討ち取った。この戦、俺たちの勝ちだ。功労者の諸葛丹を称えてやる。